ましたが、ちょっと転んでしまったのが大丈夫。膝にね、キーポイントカードみたいなのがついてます。あ、なんかやってるぞ、赤。何をやっちゃった、これは絶対。そりゃそうでしょう。そりゃやられますよ。多分ね、なんか別の動きを再生しちゃった。はい、再スタートですね。
ラスの音がしてる。さあ、ケジャクはまたその長身から振り下ろすツーストレートが決まるのか。うわ、来たよ、また右ストレート。強いぞ、ケジャク。1分経過、残り2分。現在は赤、セダム。またパンチを狙っている線香はちょっと雑に近づけないかなという感じだけど、ツータも取られてますからね。そろそろ一つパンチをしたいのが赤コーナー。あ、背後を取った、背後を取った。あ、パンチが空振り、ちょっと取った。わー、ツータも逃げる逃げる。決まったように見えたんですけど、勢いを持って自分も倒れてしまいました。自分も倒れるとスリップダウン扱いになります。さあ、今度クジャク場所が悪いぞ。あ、リングアウト。はい、どうぞ。高すぎですよ。これでリングアウトでワンダウン取られます。リングアウトワンダウン。2分経過、残り1分。現在赤ツーダウン、なおワンダウン。赤コーナー下くん、木をめちゃくちゃ小さい軽量級なのがあったんです。
ったのか試作1号、はい、大丈夫かな、かなり物に食らっちゃった気がするけど、やっぱり1号打開する。最後は相手の背後に回り込むとか、相手がパンチを打ったところにパンチを出す、そうそうです、これでしょうね。その前にやられた、これはしょうがない、体格差が入ってきました。
回目ですけども、もちろんご準備がよろしければ試合はスタートします。はい、始まりました。選手ご紹介しましょう。1回戦第1試合。赤コーナー、今ちょっとスリップしてますね。これがね、ガルー。もう操縦のうまさに絶対的な定評があります。そして青コーナーは最距離を1試合目でご覧いただきましたが、いろんな技を持ってる。おお、今ね、ガルーがね、腕を掴んでひねったんですけどね。そう、ガルーはこれは、ああ、ダメです。取り消されました。取り消されました。いいパンチ入ったように見えたけど、おー、当たった。罠。
タイムアップまで1分です。1分。はい。
でます、仰いでます、あれでクールダウンしてます、冷やしてます、モーター熱くなりますからね、はい、少しでもいい性能をちょっとね発揮してもらえるように、モーターにいいコンディションを整えるようにね、熱くなったモーターを冷ましてます。昔はね強制冷却なんてしたんですけどね、寿命が縮まっちゃうんですよ、急に冷やすと金属ですから。なので今は自然空冷、青黒が一般的です。さあ時間はどんどんなくなってきたぞ、残り20秒、ボールペン、ボールペン、タイムアップ残り10秒です。最後まで青いで赤しかない、はい、終了です。さあ2分間の延長戦、先にダウンを奪った方の勝利です。延長戦です、はい、はい、スタートしました。どんどん2分間の延長とはいえ、おー、いいパンチ、スジャクのパンチ、いいパンチだけど勢いで自分も倒れてしまった、はい、自分も倒れ込んでしまいますとダウンが取り消されます。いい感じでしたけどね、今のね、さあでは着弾を奪ったんで、ダウンを奪える力が十分持ってる挑戦、トップ2からまさかの大逆転、軽いや立ち上がりました。はい、どうぞよろしいですか。それでは始まります、大観試合です、はじめ、はい、スタートいたしました、はい、第2試合です。赤コーナーはハードラックス、黄色のベースですね、違った際の掴んだりもできる、赤コーナーのハードラックス、青コーナー文字通りベースが青色です。おっとワンダウン今奪ったぞ、うん、ワンダウン奪ったのがギャラクシー V、 これが打ち合った、CV ちょっと位置を中に戻したい、戻しましたね、1分経過、1分経過、残り2分です、残り2分、現在は赤コーナーのワンダウン、ここでのダウンは致命的に近いぞ、おー、ブラブラ
よ。場所が悪い、場所が悪い、やっぱり。倒れた場所が良くなかったリングアウトもダウンなんです。パンチ飛び出しますから、飛び出すパンチ、一瞬パンチ打った後伸びるんです。はい、それでは2回戦第4試合です。はじめ。はい、それです。ではスタートいたしました。2回戦第3試合第4試合第4試合赤コーナーレグホーン、ダウン、バレラー、大きなタワー、いきなりレグホーンのパンチ。はい、高谷、青コーナーはおー、いきなり飛び出したパンチを狙われてしまった。飛び出した腕を狙われてしまった。ただね、左手はまだ飛び出してませんからね。飛び出すパンチを出すまでもなくレグホーン、あ、そう、おー、決めポーズ。あ、試合終わってから飛び出しましたパンチが。それ自動で引っ込められるんですよね、飛び出したパンチ。はい、なんて戻りはしない。まあ、そう言います。レクリー薬師君、お願いします。よろしいですか。はい、三田さん、3分1ラウンド3男性選手、改めてご紹介します。アッターコーナーがパナプティコン、パナプティコン、お、今いきなりワンダウンですね。ワンダウン取りました。銀色のベースのパナプティコン、そして対戦するクロームキッド、ところどころ蛍光グリーンのカラーリングが特徴です。世界大会で優勝したこともあるんでしょ、アウトローナー。さあ、ウィンスだよ。おー、来た、おー、右ストレート。赤いきなりツーダウン奪いました。ロボットのコンディションがね、ちょっと調整がうまくいってないかもしれない。うん、両方いいパンチを出してます。赤コーナーはあのパンチが効いてるみたいですね。青コーナーはあのハサミみたいなのでね、相手の足を、ね、持って投げたりもします。ただ単純に振りますだけじゃないですと。1分経過、1分経過、現在青のツーダウンです。さあ、向き合ってそろそろ攻撃の場合からの圧倒、また場合をお互い嫌いました。さあ、それで向き合ってここで攻撃だ。あ、これは絡んでしまったのでレフリーから脱力しなさいという指示が出ます。はい、再開です。さあ、もう一回この場合はアッターコーナーの場合かな、うん、これはスリープ絡んでたりしないか。はい、うん、アッパーナーのパンチは間に入っちゃいましたね。いいパンチでしたけど、2分経過、2分経過、残り1分、現在は青のツーダウンです。このパンチは当たらない。さあ、そろそろ青はワンダウン返しておきたいですね。よし、倒れて、これはスリップ、ドリボールです。残り30秒。さあ、これで試合再開だから時間がなくなってきた。はい、タイムが取れます。スリップダウンの時はタイムが取れます。今タイムを取ったので赤はワンダウン、その代わりタイムを取ればワンダウン。タイムは終了です。はじめ、やめ。
赤コーナー改めてご紹介いたしましょう。線香ナラスリップ線香紫色のカラーがところどころに刻まれてます。肩幅の広さの特徴ですね。あのね、広い肩幅から振り回すようなパンチを出します。線香対する青コーナーエデルフリーガーはもう皆さんね、おわーパンチ戻り方、この手が特徴です。大きな手でね、あれで叩いたりするんです。これです。はい、これで両者ワンダー。わー、これいい攻撃だけれども勢い余って自分も倒れてしまいました。両者ワンダウンです。両者ワンダウン。あのこれもエデルフリーがいいパンチ出しましたけれども、自分が倒れ込んでしまうとダウンが取り消されてる。あんだけでかいって体が悪いんでしょ。振り回しますからね、バランス取るのも大変です。おーいいパンチ、赤のパンチ、ワンツーと青を打ち返しましたけど、両者倒れましたんで、これはスリップ。自分も倒れてしまいました。スリップダウンです。こんな時代になったんですよ。ロボットでねバトルができる時代になります。2球経過、残り1分、残り1分。おお、これでダウン。これで赤がワンダウン。赤は後がなくなりました。センコのいいパンチ決まったように見えましたけどね、自分も倒れたのでスリップアンタイです。残り30秒、現在赤ツーダウン、青ワンダウンです。これもお互い絡んでしまった。さあ時間がなくなってきた。残り15秒、あとは1ポイント返しておきたい。これも絡んだ。残り10秒、出しましたけど取り消された。赤はなんとかね
ました。わあ、リキッドです。皆さん。はい、どうなるでしょうか。はい、それではスタートします。敗者復活1回戦第4試合です。3連勝。はい、スタートいたしました。敗者復活。トーナメント1回戦最後の試合です。赤コーナーが、青い時間が、青がちょっと、ベースに入ってこれがね、対する、大きいんですけどね、低い重心と構えている青コーナーが、割る。うわぁ、すごいパンチ来た。両者倒れました。それがすごい。はい、コーナーの青が入っている例はそう今のパンチですね。下から突き上げるようなパンチが特徴です。片や青コーナー、このガールの方は手がハサミになってますから、完全にあの大きな長い手で叩くだけじゃなくて相手の足を掴んで投げちゃったりとか、うん、頭はここで攻めたいでしょう。このパンチがいいところです。1分経過、1分経過、どうした、まだ2個のポイントはありません。相手のコールがかかって両者まだ有効なポイントはない。さあ、お互い手を使って
残りが12秒、残り10秒です。残り2分、残り
りに行く。現在赤のワンダウンです。全然わかりません。両者マンダー勝った方が3位決定トーナメントに進みます。ここは睨み合い、間合いの取り合い。先に仕掛けるのは赤コーナーだけど、そこを待ってた青コーナー。2分経過、2分経過、残り1分。現在両者ワンダウンですが、今青がダウン取られましたね。これで青2ダウン、赤ワンダウン。回転キックは届かない。回転キックは届かなかった。でこれでこの技は回転キックはこの試合使えません。残り30秒。現在青2ダウン、赤ワンダウンです。
側はエデル・クリーガー、うわーすごい左のストレート、綺麗なストレート、エデル・クリーガーはあの大きな手が特徴です。ほうきのようにね、自分の手を使って叩いたり叩いたりします。うわ軽に危ないぞこれは、うわ逃れた逃れた、すごいリングアウトもダウンですからね。残り2分、現在は青が2ダウン、これはスリップですね、現在青2ダウンです。おただね、青2ダウン取られてるとはいえ、どっちかというと今手数は青の方が多いですから、もう全然わからない感じですよ。さてによるワンダウンです。
残り1分。現在赤ツーダウン、青ワンダウン。勝った方が3位決定戦に回ります。まだね、でも40秒ありますから慌てる時間ではないでしょう。進出確定です。おめでとうございます。